この絵のモデルはアキラ君っていうの。あ、なんか前世の恋人なの。瑠璃も針も照らせば光るの。瑠璃、あの空が瑠璃色、朝でも夜でもない、曖昧で一瞬で終わる色。僕は好きですよ、あの儚い色が。ずっと一緒にいたいんです。ごめんね、帰らなきゃ。もう会えないってことですか。僕は待ってます、たとえあなたが来なくても。先に気づいたのは私だったのよ。 T シャツなんか見なくてもすぐにあなたって分かった。はぁ、気がついてって念を送ったの。これ以上あると二人ともどんどん苦しくなる。僕は苦しくてないです。私は外れてしまいました。今からでも僕が連れて行きます。あなたの行きたい場所ならどこにでも連れて行きます。瑠璃さんの笑顔が見られるならどんなことでもします。今あ、ずっと忘れないよ。幸せなんて私に似合うかなって。けれど僕は現実を受け入れられなかった。言えよ。まだどこかにいるような気がして、彼女を思い続けることに苦しくなって。生まれ変わったら絶対こんな失敗しないのよ。やり残したこと全部実現するの。お父さんとお母さんにいっぱい甘えて、友達ともたくさん遊んで、明君みたいに大学にも入って。瑠璃はパパとママの子供で本当に幸せだよ。失った大切な人といつかどこかで出会えるかもしれない。それは希望にもなる。人は命を繰り返すの。月が一度欠けてもまた満ちるように、また生まれ変わるの。ただほとんどの人がそれを覚えていないだけ。それ何かのお芝居のセリフ？満たされなかった強い思いを引きずっている人だけがそれを覚えているの。私みたいに。